バタバタしてたからめちゃくちゃ眠い。つらけでじゃあたありがとう。じゃあ早いって。じゃあ早いって。なんかよくわかんない。マー君ありがとう。投げ逃げです。ありがとう来てくれて。めっちゃ足痛い。歩きすぎた今日。じゃあたありがとう。今日は普通になの見えるかな。ほら日高浩二頑張りありがとう。目地のけんさんまあありがとう。13日ニュージョルいるみたい。ニュージョルいるのね。なるほどね。ぜひ大阪来る方は入場料とチェキのチェキじゃないお話会特典会のご料金があればいけるってことですね。あきら 2% ありがとう。よいしょ。あやばいすごい回った。よいしょ。東京でのイベントは東京でのイベントはねあれなんですよ、あと一枠とかになってます。リュウジ星ありがとう。シーケッタンダンベマーボありがとう。カフェオレありがとう。めっちゃ目乾燥する今日。なんでだろう。すごい花火。何秒でいくらとかは分かんないです。多分秒数は発表されてないんじゃないかな。さくらさくけいすけありがとう。今日はちょっとね打ち合わせとSNS の撮影とかと結構いろいろな歩き回ったので疲れちゃった。あと今日お昼寝してないから、いつもする前提なので。キラキラありがとう。すぐるハートありがとう。足痛い。これあと3日なんだ。撮影って言ってもSNS にあげるようだから、普通に楽しかったよ。ガッチリ撮影じゃない。あこれ私あとさ10日ぐらいあるんだと思ってたんだけど3日だったんだ。マジで何と見間違えてるんだろういつも。なんか最近マジ変なミス多いんだよね。マジ何と見間違えてんのって感じ。どんな時も可愛くなってキラキラ100ありがとう。みんな東京でのリアイベがあとね一部二部両方ともあと一枠だけ空いています。二人での心ちゃんと私のやつはあと数枠空いてますね。クレイジービートお花ありがとう。ぜひ1枠、まあ、個人の方はだから2枠になりますよね。こんばんは。めっちゃ首痛いんですよマジで。あきらさんとユンさんありがとう。目の乾燥がやばいです。
何時に出演するか多分私のハイライトに載ってますね。20時とかの最後の部ですね。最後の部で出演してその後特典会なので、おお、なんかすごい上がったランクが、すごい参加者が多いのね。フレッシュメロンさん、ありがとう。ちょっとだけ待ってね。OK。たった5分で18。参加者結構、なんかこれ結構夜イベって書いてあったので。普通に参加したんですけど、え、3日で終わりってマジ？カジュピンだるまありがとう。明日か、明日なんだっけ、あ、明日あれか、明日夜が配信できないかな、昼とかにしよっかな。何時にするかまだ決めてないんですけど。力丸さんありがとうね、途中参加。なんかこれいつでも参加していくて終わるのめっちゃ長いんだと思ってたんだけど全然違うじゃん。リンさん星ありがとう。今日違う格好しようとしたらめちゃくちゃ寒くて急遽ワンピースにしちゃった。ともさ星ありがとう。夜配信ない、明日はないかもしれない。本当できればするんだけどどうだろうって感じ。できたらするね。シュートヒトヨさんありがとうございます。今日マジでいろんなハプニングが起きまくってもうねやばい。今日はめちゃくちゃ焦った。なんかまずね、まず集合時間の時間を勘違いしてて遅刻しそうになったのと、まあ、遅刻っていうかなんかなんかよくわかんないんですけど遅刻しそうになったのと、メイさんカフェオレハートありがとう。そうと今日ワンピースを着て行ったんですけど、なんかね3駅ぐらいここの横のチャックが全部開いてたんですよね。マジでやばいそれはと思って。インナー着てたから全然いいんだけど普通にはずいじゃん。でなんかさ、うわあっって顔してさこう上ピッてやるのもなんか恥ずかしくて、なんでもないようになんかスーって開けたんだけどマジではずい。ペコちゃんありがとう。ガチやらかしたと思って、今日マジでずっとやらかしてる。なんか今日は行き先が都内の方だったんですけど乗り換えがあったんですね。で乗り換えまでイヤホンで音楽聴いてたので、ノリノリになっててこうやってパッて見てあと何分ぐらいだろうかなと思ったら2駅ぐらい過ぎてて、あもうやもうやらかしたと思って、しかもなんかちょっと遅延しててもうと思って、今日は何もうまくいかない一日でした。タケトンハタありがとう。主役は君、今日ダメマジ。最近ねいい一日だったんだけど今日はマジダメだった。だから私今日むくみのゼリーを朝飲んだの。朝むくみゼリー飲んでそれ以来何も口にしてなかったの。家帰ってきて急いでご飯を食べて配信してるところです。カフェオレブリスケお花ありがとう。ご飯を食べる時間がなかったに等しいよね。食べてない、なんか痩せるためとかじゃなくてマジで食べる時間がなかった。
スノーマン、お元気ありがとう。どんな時フルーツバスケット。おう、11位になってる。 BC ランク限定って、私なんか B ランクらしいんですよ今。そう、ランクよくわかんないけど B ランクらしい。キラさん、ハートありがとう。ジャイアン、かわいいのギフトありがとう。みんなにカメ子の写真をね、あのお願いしてるんですけど、ぜひあのカメ子で撮った写真でかわいいなって思うの送ってください。カメラハートありがとう。あなたが今一番欲しいプレゼント言ってみ。何それ。一番欲しいのは、今一番欲しいの、なんかあったかいスウェットパーカーとか欲しいか。カメコ写真まだいるの。なんでカメコ写真が欲しい。あのね、 SNS で載せたいんですよ。ピコちゃん、ハートありがとう。あの今結構 SNS でバズってるのが、まあ、アイドル関わらず結構カメコの写真がすごいバズるので、ちょっといっぱい載っけてきたいなと思って、みんなに撮ってもらったやつで、私保存してるのはねいくつかあったんだけど、あのカメコのやつ保存しすぎてたんだけど、なんかね1個のアルバムみたいなデータに入れてたはずなんだけどなくて、だからみんなにもう一回可愛いなって思うのあれば送っていただきたいんですよね。やっぱあれマジで雷とかあんの？大丈夫かな。原しんのすけのすけありがとう。しんのすけのすけさんありがとう。そう、今結構カメ子の写真需要あるっぽくて、可愛いので、そうツインテールの時の、まあ、ほぼ最後の方の時のコンサートのやつがいいんだけど、あのロングの時のやつがいいんだけどね。そう、あの今いくつか出そうと思ってるのがあって、結構需要度高いっぽいです。キラさん、板垣浩二ありがとう。コメントやっと届いた、やっと届いた。ずっと送ってくれてたのかな。今もし飛ばしてたったらめっちゃ眠いわ。多分眠くてね、やばい。目の乾燥もやばいし。カネゲン、お星ありがとう。タヤピー、バラありがとう。あ、結構1位と2位の差近いんだね。23日毎日更新だって。連続配信。え、今日寒すぎたよマジで。都内の方も普通にずっと寒い、どこにいても本当に寒くて、天候のせい、あ、そうなの？こっちはね、今日は曇りです。めちゃくちゃ曇りです。リサ、ハートありがとう。
今日マジで秋とかに使える服着てたんだけど、本当は外出た瞬間寒くて変えた。お、キウイだって。イエーイ。もっと上まで、天まで届け、天まで届け。まあボブでも可愛いのがあればいいんですけど、なんかみんなが可愛いなって思うのあれば。横田星ありがとう。コハタン、コハタンじゃないけどここにいる。トン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 。明日くらいに SNS 今日撮ったやつ乗っけようかな。めっちゃ撮ったんだよ。めっちゃ撮って抜粋すんのがもうマジで分かんない。電車で見てたけどもう全部同じ全部いいやと思って。何を1枚目にするか楽しみだな。何やばい写真って、ブスの写真とか。サウジアラビアのハイアットなんとかホテルから見てます。サウジアラビア行ったことないですね。暑いのかな。私海外マジでね、あ、サッカーの試合で、すごいね、そういうの現地参戦したことないの。私時差ボケやばいから絶対そっち、もし海外行って海外が朝でこっちが夜だったら寝てるな。海外ね、そんな行かない。韓国はあるけど、近いところと遠い昔にグアムとかだけど覚えてないから。こんばんは。どんな時も可愛くない。野原しの好きな好きさんありがとう。だるま、だるま、ありがとう。海外はどこに行きたいですか。海外は特に行きたいところないな。海外なんか英語喋れないからなみたいな。今日道案内したんだよね。なんか普通にイヤホンつけて歩いてたら、なんか海外の方に袖つかまれて、ええってなって、女性の方やってんけどびっくりして、えって言ったら、あの サイゼリアどこって言われてあ、サイゼリアかと思って、ここまっすぐ行って次の信号左に曲がりますって言いたかったの。でも信号とか出てこなさすぎて、用語がマジわかんないと思って、こっちゴーストレイトって言って、でマップ見せながら信号信号って言って、あのなんだっけ、あ、青青ブルーブルーイエローレッド信号信号って言って、信号レフトって言った。そう、トラフィックライト、あ、分かんなかったよ。でもね、普通に信号って言ったら伝わったんだよね。あ、信号って言ってた。じゃあいらないや、今のこのレッドとかブルーとかの話。電波ダメだった？電波戻ったらぜひ戻ってきてね。シグナルでしょ？シグナル？わかんなかった。で、ありがとうございますって言われた。
ドリハタリアと面の編集ありました。よかった。よかった。でもそう、私マップ見せたんだけどさ、まあ知らない土地のマップ見せられても意味わかんないじゃん。でも本当にまっすぐ行って次の信号を左に曲がるだけなのね。でも私はめちゃくちゃ急いでるっていう状況だったの。やばい、あと5分で着かなきゃいけない、やばいって言ったね。 Go straight、 うん、信号信号左ライトレフトとか言ってレフトだとか言ったんだけど、その人ありがとうございます、ありがとうございますって言った後に、そのまま私が言ったまっすぐ行ったのね。で私それをまあ見届けるじゃん、まあ、後ろにはすっごい日本人がいっぱいいたわけよ。あ、めっちゃ下手な英語でなんか変な喋り方してんなとか絶対思われてたのね。もう外すぎだし、もう早くし行かなきゃいけないしみたいな。そう、でもさすがにさ、分かりませんとかさ無視するのはさないじゃん。だからちょっと頑張って自分なりに言ったんだけどさ、なんか意外と日本語喋れたからさ、日本語で伝わったんじゃねって思ってる今、いまだに。絶対伝わったと思うんだよね。そう、道案内もしたり、今日はハプニングがいっぱいあった。朝から掃除とかいろいろしたのにな。あ、めっちゃみんなのコメントさ、またさ、なんかさグラグラになったわ。道案内難しかったね。ペラペラ喋れたらいいんだけどさ、マジでペラペラ喋れないしさ、もうこれ合ってんのかなとか考えながら喋ってるからさ、まあ、意味わかんなくなっちゃうんだよ。意味わかんない上に、あのなんかこれわかるのかなと思いながら喋るの。これ日本語ではいけるかなとか思っちゃうの私。ここをとかうーんとかじゃん、あーんとか英語だとあーみたいな使いでしょ。だからうーんって言う。サトルエイジありがとう、シゲタン星ありがとう。そう、別にね近かったからね案内してあげれることもできたんだけど、私の時間が迫りすぎてて、しかも遅刻ギリギリというやばい時間で、いつも10分前とか15分前に着くようになってるはずなんだけど、今日はマジでハプニング集だったので、いやアレン様にしてるんだけどな。ナルルさんハタありがとう。てか昨日はね初めてね、あの初めて行ったお店、ご飯屋さんに行ったんですよ。家からそんなに遠くないんだけど初めて行ったの。めっちゃいいところで通うって決めた。もつ鍋をちょっと食べました。美味しかった。ひいひい、あらありがとう。ガストじゃないよ、携帯のトップアレン様。そうだよ、流行ってるよ、ね、流行ってるけど、でもさいいこと起こりそうって思ってる時ってさ、何でもさちょっと何かいいこと起きた時に、あこれっていいことなんだってなるじゃん。だからなんかもちろんさそういう迷信みたいなってめっちゃさ信じるか信じないか自分次第的なとこあるけどさ、いいこと起きますようにってやった時ってなんかさいいこと起こりたくてさなんか頑張るじゃん自分が。だから自分がさ結局さなんかアクション起こしたからさ、あの
なった説あるよね現実味すごいけど、現実的に言うと分かんないけどね、本当になんかパワーがあったとしても、まあ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 パワーがあんのかな、私なんかそういうのあれなんだよね、あんま信じないんだけど、そうちょっとしたことでも私お願いしちゃうから、そうだから今日は何々ですようにとか、ひかるくん、くまありがとう、くまくまくまどこ、くまちゃん、あ目の前にいた、おーよいしょよいしょ、うんこんさん星ありがとう、ひかるくんくまありがとう、くまありがとうございます、神は信じない、神は信じないことはないよ、普通に私高校の時いいこと起きたすぎて1ヶ月ずっと神社でお祈りしに行ってた、あのお金入れて賽銭するところとかやってるぐらいだから信じてはいるよ、信じてはいるけど、意外と私何でもない星にお願いとかするから、そう迷信っていうか、なんかね、信じるか信じないか分かんないよね、主役気に入れて何でもいい、あっドラ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 、なんか100回往復するお祈りとか、なんだそれいや私マジで高校の帰り道とかにずっとやってた、友達とね、そうお祈りしてた、でも特に何もなかったな、変わってなかったな、ちゃんとお願いできてなかったんかな、お百度参り、お百度バータ、サッカーボールありがとう、え何言ってるのずっと、職業結婚って何それ、え何を言っているんですかね全然わかんないんだけど、すぐる待ってたよありがとう、今日9時とかだからめっちゃ遅いよね、いつもより配信、トゥルトゥ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 、寒いから、え、そうかも、寒いんだよ今日は、マジで寒くてやばい、おみくじは信じる、おみくじはマジ信じるよ、ケン星ありがとう、ナルルさん星ありがとう、ナナフェス楽しみにしといて来てくれるの、私おみくじって大吉が出なくてもなんかいいこと書いてることっていっぱいあるじゃん、なんか待ち人は来るとか仕事うまくいくとか、待ち人とかいないんだけど逆に待ち人とかいないんだけど、そう私占いとか好きだから、なんか私の年齢とかあの生年月日で占いしたら、なんか将来的になんかそのファンの人みたいなことが書いてあって、なんか占いですらなんかめっちゃあの芸能系のこと書いてあったんですよね、別に私芸能とかっていうのは書いてなかったのに、占い
でめっちゃ芸能のこと書いてあってびっくりした。笑いオン、サッカーボールありがとう、ケンハートありがとう。ん、7位、ラッキーセブンだ。ラッキージャブジャブ最高、エイジハートありがとう。笑いオンさん、お花ありがとうございます。今日はねそんなに長くやらないんだけど、ネットで相性占いしたこと、どうだった？なんかマジであのなんていうの、 LINE 占い、 LINE 無料占いとかめっちゃやってたの一時期ね。でラッキーカラーとかをめっちゃ気にしてた時期とかもあったの。だからレッスンの時になんか怒られないようにラッキーカラー身につけとこうとかやってた。今日紫だから紫身につけとかな、怒られるとかもって。そうだね、6位から結構あのあれだね、上がってくるね。はい、お疲れ様。とりあえず 半までもできないかな、わかんない。いいところで、ラッキーカラーの服めっちゃ着てたよ。ちなみにちなみにめっちゃ着てたよ。ジオンとあの貸し借りしてたからね、この色のカラーないからちょっと貸してとか言って。ダンスが苦手だから結構注意されたんだね。されてません、全くされませんでした。ラッキーカラーとか言ってる時はなんかあの舞台監督さんがマイクとかでなんか一番下の後輩とかに聞いたらとか、なんかちょっとさ、わかる？そこ 1.5 じゃない？いや、2だよとかいうやりとりあるじゃん、メンバーのね、あるの、たまに。そこって 1.5 だっけみたいな、私 3.75 なんだけどなとかいう話があるんだけど、でさ、こう主となってるその舞台監督さんがこう言ってて、なんか言ってて、それをなんかまだちょっとやりとり続いてて、そこ聞いてる？とか言われてたりするんだけど、それは絶対にやられないように私はラッキーカラー身につけて、今日はってか何も言われないぞっていう。もう最後の方のコンサートなんて言われても言われなかった。あ、さおちゃんいいねってずっと言われてた。17日の行き先はいつ頃通知来るんだ。もう少しかな、ちょっと聞いてみるね。場所ってことだよね。いやマジであの麻生ちゃんマジでいいよねってずっと言われてたよ。最初の頃はなんかその人にめっちゃ怒られてたのよ。なんか一番下手なやつみたいな言われて、下手で分からなくて、研究生の頃上手の方ずっとこうやって見せて、おめえでって言うと、私だ私だやばいやばいってなって、さっきも間違えてたよとかマイクで言われてってなってたの。でもあのだんだんね、こう先輩になっていくにつれ、あさおちゃんほんと成長してるよねみたいな、あさおちゃんほんとすごいと思うってずっと褒められて、おーみたいな、
おすごいすごいと思って。フニーハタありがとう。申し込みしたけどその後のメールが、え、いつ申し込みしたかな。なんかね、昨日送ってもらって、もしかしたらまだ届いてない方がいるかもしれないんだけど、いつ申し込みしてくれたかな。もし迷惑メールとかに行った、迷惑メールとかにも入ってないか。あ、案内メールはまた多分ね後で来ると思うので、いつやるか聞いてみますね。明日みんなにお伝えするか SNS 上で書くので、 SNS 要チェックで。いや、あさちゃんまですごい、ずっと言ってた。あさおちゃんマジでね、後輩に ついでいかなきゃダメだよ。あさおちゃんみたいな子が本当いると見本だからねってずっと褒められて、あーって私も確かにとか言って、でなんか私のビートボックスをもっと披露してこうよとか言われて、そっちねみたいな。私結構ね、結構可愛い感じなんですけど、いやいや、あさおちゃんもビートボックスだよって言われて、そっちって感じ、そっち、あーとか言って、それは本当特技だからねって、俺もちょっとかじってた時があったんだけどねとかいう話をされてました。ずっと面白い人なんですよ。でも M さん、コウモリありがとう。いや、そうマジで朝ちゃん褒めがすごかったよ、いきなりね。そう、だんだんほらダンスとかさ段取りが全部できるようになってきてからは褒められすぎて、ボイパ今やってませんよ全く。特技ではないのでね、もう特技にするために頑張ってやってたんですけど、あんなもう全然すごくないんですよ、見よう見まめなので。ただなんかマイク通したら結構ガチでしっかりうまいやつみたいになってた。みんなに披露したのは、人前で披露したの初めてだし、家でもなんかふざけてやってただけなのに、みんなすごいとか言うから本当にと思ったよ。豆じゃないよ、カムカムラムネ。でもさ、なんかコンサートのさ直前リハーサルとかでさ怒られるの嫌だよね。みんなにさやったものを届けるのにさ直前に怒られたらさ嫌だよね。当選通知完了が、申し込みからの当選通知、銀行振込予約完了、予約完了、場所通知が来てないってことかな。場所は多分みんなに一気にね来るからまだ来てないはず。予約完了が来てないかな。ファンクラブのファンレターか、配信で答えるしかないんだけど、そうなると DM とかでの名前名字教えてくれたら予約できてるか確認はできます。もっちゃんが完了メールまだ来てない。なんかね結構徐々にやってる、徐々になってるっぽくて、サーバーが集中みたいな。心ちゃんの方も同じメアドでやってるから多分一気に来すぎて返せてない方もいるのかもしれないんですよ。いや、人手はめちゃくちゃ足りてって毎日チェックしてくれてるんですけど、あ、ここに実名はちょっと書いたらあれなので私だけが見れるツールとか本
当はそこで返信できるとありがたいんだけど。りょうさん、もしありがとう。なんでもし DM か、いやもうね返したって言ったんだけど、でもね結構めっちゃチェックしてもらって届いてないって言ってる方のやつはは確認できているので、どうしてもだと問い合わせなんだけど、当選通知は1日後やったので、うん、あさんお疲れありがとう、なるるさん音波ありがとう、ちょっとこの後確認してみるね。なのでちょっともしみんな気になる方はどうしたんだっけ、何通知だっけ、完了通知来てないよって方は私に DM でもなんかで名字送ってくださったらちょっと早急に確認するので、完了のメール、完了までみんな来てるのかな、うん、一度問い合わせか、私がでも後で電話するので、銀行振込後のメールは多分まだだと思う、当選通知のメールは届いてるけど銀行振込はまだかもしれないって、みんな多分そこからまだメールがね多分届いてないかもしれない、聞いてみるね、明日も配信するし、そういうことに関しては SNS に載っけるので、質問とかあれば全然 DM とか何か何かで私に伝えてくれたら答えます。そうでね、振り込み確認、振り込みのやつが多分まだ時間かかっちゃってるので、もうすぐ来るはずなのでちょっと確認してみるね。ラブラブセットボックスさんありがとうございます。なるるさん、しげたん、はたありがとう、みんなありがとう、教えてくれて、あさおちゃん確認しとくので、あさおちゃんできる子なのでね、佐藤健さん結婚してありがとうございます、あいごちゃん星ありがとう、もうちょいしたらランキング読もうかな、マジ死語的なので、あれ当選メールは届いてるんじゃなかったっけ、みんな一旦DM ください、どこまでが来てなくてどこまでが来てるとか、ちょっとね私がね確認できるのはみんなが応募してくれた人が予約できてるかなんだので、そこからちょっと要確認になるのでちょっと待ってね。タンベマーボーシノンさん、あなたありがとう、ワンパンもありがとう、よいしょ、じゃじゃーん、もっちゃんがくまちゃんになっちゃった、今日はアイス食べたい気分だけど、それよりも睡眠の方が勝っているので、アイスを食べないで寝たいと思います。今回はまったりゆるイベント、そうなの、まったりゆるイベントって書いてあるから、痛いかな、僕だって泣いちゃうよ。ランキング読みますね、じゃあそろそろ。13位、笑い音さんありがとうございます。12位、日高浩二ありがとうございます。11位、ヒーヒーありがとうございます。
ペコちゃんありがとうございます。9位タケドンありがとうございます。8位ブリスケありがとうございます。7位野原しんのすけのすけさんありがとうございます。6位カフェオレありがとうございます。5位しげたんありがとうございます。4位ひかるくん580ありがとうございます。580やばい、メーカーそして3位スノーマンありがとうございます。2位はジャイアンありがとうございます。そして1位はケイスケありがとうございます。ケイスケありがとう。やばい、目がマジで乾燥する。ジョリーハートいっぱいありがとう。エーデルバイスさんもありがとう。エレメンツさんもありがとう。あ、手逆なのマジ忘れてた。こっちか、反転してんだもんね。あさおちゃんありがとう。あさおちゃんありがとうございます。今日はねそんなに長い配信じゃなかったんだけど、またゆっくりできるときにゆっくり配信したいと思います。明日は夜の配信が多分できないかもしれないので、お昼にやるのと夜もしできたら夜も配信します。もしかしたら2回できなかったら1回になります。であと17日のイベントに関しては、もしメールのね、なんかメールが届いてないよとかそういうのがあるとしたら、DM の方で聞いていただけたら私が聞くので、SNS とかでね、こんな感じだよって言えるし、配信来てくれれば答えられるのもね、何かしらのツールで言ってくださったら嬉しいです。なんか言う。では今日はちょっと早いんだけど、ありがとうございました。あ、てか早いって言ってももう1時間経つよ、もうすぐで。バイバイみんな、ありがとうございました。おやすみ。